円安が続く経済、バリ島はガンガンと経済成長をしていく。もう昔みたいな安いからバリ島という理由でこの島に来る人は徐々に減り、日本人観光客も減少の一途。でも他の海外からはたくさん来てる。なぜ円がずっと安いんだ。日本はこのまま終わるのか。いや、終わってほしくない。バリ島にはまだ安いと感じるものがあるんだ。ということで今回はですね、私バリ島在住9年目の堀がですね、バリ島に住んでる中でこれは安いでしょうっていうのと、これちょっと高いなって思うものですね、それぞれ10個ずつリストアップしてきましたのでご紹介していきます。まあね、感じるっていう部分なんであくまで主観的な話にはなってしまいますが、バリ島での生活もね垣間見えるかと思いますので、ぜひ最後まで見てってください。それではバリ島旅行の見方スタート。じゃあまずね、安いと感じるものからご紹介していきましょう。まずはガソリンです。バリ島だとだいたいガソリンレギュラーに値するもので、1リッター100円ぐらいとなっております。日本だと結構今高いらしいじゃないですか。今調べたら160円とかするみたいで、あ、こんなに違うんだなっていうのも思いますね。まあガソリンが本当に日常的によく使うバイクでね移動がほとんどなんで、僕の場合はなんで、よく感じますね。これだけ入れてこれだけ走ってもこのぐらいの金額かっていうのはよく感じます。お次、ランドリーサービス。これもね安いです。日本だとさ、クリーニング出すって言ったら結構高いじゃないですか。だから本当に一長羅というか、スーツとかさ、そういうものいいやつだけクリーニング出して、あとは家で洗うっていうのが基本だと思うんですけども、バリ島の場合ですね、もう全部まとめて1キロいくらみたいな感じでカウントしてくれまして、だいたい1キロ、そうですね、60円とか70円、ローカルのところだとそのぐらいの値段なんですよね。で、洗濯してくれて、アイロンがけしてくれて、畳んでくれて、届くというね、素敵なサービスがあります。なんでだいたいそうですね、まあ、1週間で5キロぐらいかな、洗濯物がたまりますので、だから300円ぐらいかな、300円ぐらい1週間。でもまあ洗濯機買うという手もあるけれども、どうしてもねやっぱり楽ちんなんで、いい匂いしてちゃんと畳まれて帰ってくるっていうね、ところがこれは安いなっていうのはね今でも思います。以前もうちょっと安かった気もするけれども、安いんじゃないかなと思いますね、はい、お次、お手伝いさん、はい、これもねありますよ。まあ今うちのベースで言うと週に1回お掃除ですね。 外が結構広くてさ、なんか木とかいっぱい生えてるからさ、葉っぱとか実とかすごい落ちるんですよ。それを毎週掃除するのも大変だなと思ってお手伝いさん探したら、なんと1回まあ500円ぐらいなんで、1ヶ月で2000円ぐらいかな、でお掃除してくれるということなんで、あ、じゃあお願いしますってので、そこはお願いしております。まあだいたい1時間から1時間半ぐらいかな、庭を掃き掃除してくれて、そのぐらいという感じですね。これも日本でもしさ、お手伝いさん雇ってる家なんてなかなかないじゃないですか。あとはあれだ、ベビーシッターさんみたいな、家政婦さんとかベビーシッターさん、なんか子供と一緒に遊んでくれたり、あとはお家の掃除だとかご飯を作ってくれたりっていうのもね含めて雇っているっていう方も日本人の在住者の方でも結構いると思います。お次はタクシー、カーチャーター、こちらはまだまだ安いです。タクシーなんか、そうですね、初乗り今いくらぐらいか分かんないですけど、そんな日本みたいに何千円するっていう世界ではなくて、数百円で乗れる感じです。最近タクシーはあんまり使わない、あのグラブとかゴジェックで配車サービスで、やることが多いので、タクシーあんま使わないんですけれども、まあそのぐらいだと思います。配車サービスも本当に短い距離だったらそのぐらい、例えばチャングーからスミヤク行くとかで、ね、車で行くって言っても、まあ数百円の感じでございます。あとはカーチャーターもね引き続き安いと思います。カーチャーターの会社をやってる知り合いが何人かいるんですけれども、それでちょっと1000円だけ値上げしようと思うんだけどどう思うって言われて、まあ元が安いからいいんじゃないみたいなねお話もこの間したところなんですけれども、だいたい1日まるっとカーチャーターして1万円ぐらいなのかなというのが相場ですね。まあね、旅行で例えば4人で旅行が来ましたって言って1日1万円で車1台と運転手さんついてくれるんで、1人2500円で楽しむことができるんで、これはねまだまだバリで安いと感じます。ガンガン利用した方がいいですね。お次、電気代。
うん、これも意外な目線でしょ、うん、住んでないと分かんないと思うんですよ。でこれ1キロワットあたりの料金を調べてみたんですけれども、バリ島が1キロワットあたり約15円となっておりまして、日本は35円らしいです。なんでバリ島の方が半分以下ですね、安くなっております。うちなんかもう今オフィスと家とエアコンが3台と冷蔵庫とみたいな感じになってるんで、もし日本だったらこれ倍以上電気代かかってるんだと思うとちょっとゾッとします。あとはローカルご飯、これもね安いですね、まあ、本当にまあ高くなってるバリ島物価が上がってきてるよっていうお話もあるんですけれども、とはいえローカルのご飯はまあ100円150円ぐらいから、まあおしゃれなカフェ、こういう感じのねカフェで食べても、まあワンプレート500円ぐらいあれば全然食べれるよねっていう感じです。僕が平均的にいつもよく行く小綺麗なナッシャンプル屋さんあるんですけれども、まあ、ショート動画とかでねちょこちょこアップしてるようなナッシャンプル屋さんとかだと、どんだけ山盛りにしても400円ぐらいかな、うん、いや日本は300円でご飯が食べれるんですよって言われても、その中に入ってるものちゃうやんみたいなことがあるんで、本当に野菜とか豆腐とかなんだ肉だとかなんだとか入って400円なのと、吉野家の並の300いくらっていうのとはねまたちょっと違うのかなとは思うんですけれども、うん、だからご飯系は結構安く済むと思います。さあお次どんどんいきますよ。マッサージ、これも安いですね、うん、マッサージももちろん上がってはいる。僕が引っ越してきた時8年前9年前って1時間で5万ルピア、だから400円500円ぐらいで1時間のマッサージを受けられたんですが、これは今ね10万ルピアぐらいになってるかな、うん、特にチャングエリアだと1時間10万ルピアだったらまあ安いかなっていう感じ、うん、15万16万7万8万、ちょっと小切れになるとそのぐらいまで行ってしまうかなという感じです。とはいえ全然いいと思うんですよね。なんか日本でさよくあのわかんないルミネとかのなんかあの入ってるじゃないですか東急とかのさあの中にマッサージ30分2980円、あまあでもクオリティのね差はあれど、でもとはいえフラッと入れるか入れないかってクオリティの差というよりは値段の差だと思うんで、で考えるとやっぱりまだまだねバリ島の方が入りやすいなっていうのは思います。マッサージこれは安いです。さあお次8つ目、プールですはい、なんかすげえざっくりとしちゃったんですけど、プール付きのカフェとかがバリ島には結構あって、うん、でそういうとこで別にプール料金って必要ないんですよ。なんかこの間親が来た時にそういうカフェにフラッと行って、じゃあコーヒー飲もうかって言って、親父がプールあるじゃねえかっつって、これ入んの金かかんのかっつって言うの、いやかかんないよって、飲み物頼んだらそのまま入れるんだよっていうのを言ったらすごくびっくりして、こういうの普通プール料金みたいなの取らないのみたいな。バリ島ではあんまり聞かないですよね、プール利用料みたいなの聞かなくて、本当にコーヒーとかお茶とか、まあ、なんかご飯食べたかったら食べればし、食べなかったら別に食べなくてもいいしっていうような感じで、プールも全然使ってくださいっていうお店が本当にたくさんありますので、そう考えるとプールに対するお金っていう部分で言うと安いなと思います。だってすげえ暑いわ今日プール入りたいって日本で思ってもなかなかね大変じゃないですか、プールに入りに行くって大変で、まあ、数千円かかったりするし、まあ、市民プールとかだともっと安いけど時期とかねあったりするんですけど、うん、って考えるとプールに対するハードルというか、まあ、そこに付随する費用とかね、そういう部分はすごい安いなと感じます。だから結構みんな水着で普段生活しててご飯食べてちょっとプール入って上がってまた仕事再開みたいな人とかね結構いますよ、うんうん、いいですよね。さあお次フルーツ、うん、南国なんでねやっぱり南国フルーツ安いです。以前ねこのチャンネルの動画で1000円分だったか500円分だったか忘れたんですけれども、フルーツを買うっていう企画をやったことがあります。ぜひその動画を見てほしいんですけれども、まあ1000円もあれば大量のフルーツ買います。一人じゃまあ食いきれんよねっていうぐらいのいろんな種類のいろんなフルーツ買うことができます。例えば日本だとねまあ高いじゃないですか、あのドリアンとかマンゴスチンとか、パッションフルーツなんてのもありますし、ランブータンとかマンゴーとかね、南国フルーツは本当にたくさんあってどのシーズンでもたくさんあるし、特に雨季になると値段も下がって
美味しくなる、甘みが増すと言われておりますので、雨季にバリ島旅行する方はですね、ぜひフルーツ行ってみてください。もちろんスーパーでも買えますし、市場でも買えますし、フルーツ屋さん、果物屋さんみたいなのもね、バリ島にはありますので、ぜひぜひ足を運んでみてください。フルーツは美味しいよ。ちょっと余談ですが、メロン食べてほしいメロン食って感想ここに書いてほしいバリ島のメロンってお前最初キュウリかと思ったもんねってぐらいなんで、ぜひぜひ食べてみて、そういうのも含めてね、思い出だからね。さあ、お次最後ですね、10個目、安いと感じるもの、コオロギです。はって感じだと思うんですけど、ちょっと僕のバリ島生活の中でこうコオロギを買う機会が増えまして、フクロウを買い始めまして、でポケットフクロウっていう YouTube のチャンネルがあるんで、よかったらチャンネル登録を今すぐしてほしいんですけれども、かわいいよ、でそのフクロウが何食うんだっていうと、ネズミとかヤモリとかコオロギなんですよ。で、コオロギが一番簡単に手に入るんですね、バリ島で。もうほんとそこら辺ね、一つの通りに大体コオロギ売ってる店1個あるよねぐらいの感じなんで、よく買ってたんですよ。で僕は毎回1週間に1回100円分買うんですね。でもう大量のコオロギよ、そんな、でそんなもんなんだろうなと思って、ふと日本の値段を調べたんですね、コオロギの。高い高い。具体的に言うとですね、日本だと 40g で1980円っていうのが楽天に出てました。高い。 40g でってことは 1g で約50円なんですね。じゃあバリ島いくらかっていうと、100円で大体 100g です。 1g 1円なんですよ。だから値段的にはもう50分の1、安くない？みんなバリでコオロギ買ったことないから知らないけど、バリのコオロギはめちゃくちゃ安い。そんな情報知ったところでね、ところでだと思うんですけど。ではではお次はですね、逆にこれは高いって感じるものをご紹介していきます。これは結構旅行関係のものだったり、あとは生活関係のものだったりね、いろいろあるんで、バッと上げていきましょう。まず分かると思うんですけれども、ホテルビラ高い。これはね、やっぱりコロナ後の観光客がこうバッてきたことによって値段上がってます。で特に人気のエリア、チャングだったりウルワツだったりは本当に値段が上がってきてる。クタもそうだね、クタスミニャクとかもそうですね。コロナ中は本当に1000円とか1500円で泊まれてた宿が今もう5000円はします。50万ルピアはして、かつ円も安くなっておりますので、これはね、もう高い。実質何倍ですか、3倍4倍ぐらいの値段感はしてきちゃってるんじゃないかなと思います。その中で高級リゾートということであれば、そこまで上がってはいるけれども、高級リゾートで3倍4倍になってるっていうのはあんまないと思うんで、だったら思い切ってそっち行っちゃった方がいいのかなと思いますけどね。でビラとかも前は結構あったんですよね。1万円以内、もう4000、5000円ぐらいで、ちっちゃいビラだけどありますよみたいな。プールはちっちゃいプールついて、ワンルームの塀で囲われたプライベートプールのビラがあったりはしたんですけど、もう最近ほぼ見ないですね。全部ビラといえば1万円以上は確実にして、2万円ぐらいはするよねというようなイメージですね。高いところだともう本当10万超えるようなビラもいっぱいできております。お次、カフェ&レストランのご飯。これも上がってきてますね。確実に高くなってきてます。カフェのご飯っていうと1000円ぐらいのイメージはする。やっぱローカルご飯とカフェのご飯って、バリでは明確にこう分けられていて、でカフェでも外国人向けのカフェなのか、ローカルの人向けのカフェなのかでまた違って、で僕が今回高いなと感じるのでっていうのは、外国人向けのカフェのお話でございます。レストランもさ、高くなってるというか、高いものが増えたよねというような感じですね。バリ島に来る人たちの客層というか、使うお金のレンジというか量がね、増えたんだろうなっていうのはもう本当思います。普通にいいとこでちゃんとご飯食べてお酒飲んで楽しいねって言ったら、一人
1万円、2万円はかかったりすると思います。それがホテルのさ、いいとこのホテルだったら普通に10万円、客単価10万円とか20万円のね、レストランなんかもあったりするんで、安いからバリっていう話じゃなくなってますよね、それはね、うんうん、まあでもコスパはね、その分いいなとも思いますけどね、うん、さあ次、タバコなあ、これはまあまだ安いっちゃ安いんだろうな、日本から見たら。今ね、バリ島でタバコを買うと、こいつマルボロだとね、これは3万9000ルペン、390円とかいう話ですね。うん、まあお店によって値段がバリは違うんで、400円するところ、420円するところもあったりしますが、安いところで390円ぐらいとなっております。まあまだどうでしょう、安いは安いんですけども、日本と比べたらね。でも僕が来た時は190円、170円が一番安いみたいな感じだったんで、そこから倍、倍だね、倍になってるって考えると、まあちょっと高いくなってるよねっていうのは思います、うんうん、さあ次、年がりのビラ、うんうんうん、これもあります。これもね、あのさっきビラ、ホテルちょっと高くなってますよねっていうことだったんですけれども、それと同じように中長期滞在をする方々がやっぱり割と増えました。とりあえず1年バリに住んでみたいとか、まあ特に決めずに一生とかいうなんか重い荷物は背負わずに、とりあえずバリ島に住んでみようかみたいな人が増えて、それは日本人もそうですし海外の方も同じように増えておりまして、ってなると、まあ、1年単位で借りれるようなビラっていうのも値段が上がってきてます。まあ、コロナ前、コロナ中、そしてコロナ後って明確なラインがもうあるって言ってもいいぐらい上がってきて、コロナ前例えば1年間ビラ借りますって言ったら、まあ100くらいあれば、年間100万円ぐらいあれば借りれたんですけど、これがじゃあコロナ中ちょっと下がって80ぐらいになりました。うん、80ぐらいになりました。80万円、年間80万円で借りれました。それがコロナ後どうなったかというと200ぐらいになってますね。うん、高いんだ。そう、結構最近あの味方不動産とか言ってさ、まあ、いろんな方から連絡来て、こういう感じで探してほしいんですけどとか、こういうビラどこどこのエリアで探しててとか、こういうのってありますかねっていうので、大体ご予算どのくらいですかって聞くと、まあ以前のね、コロナ以前の、例えば日本語の記事とか日本語の動画とかを見て、このぐらいでって、お伝えいただくんですけれども、あ、今もうないかもしれない、もう実質ないと言ってもいいぐらいの感じだったりもしますね。まあ、それだけね、需要がたくさんあるから値段が上がっていくっていうことなんでね、まあ何も言えねえってとこですよね、うん、さあお次はですね、服でね、この服に関しては僕はもう日本帰った時にやっぱりこう安って感じるんですよ、うん、でもちろん服ってさ、いろんなものがあるじゃないですか。ファストファッションのものもあれば、なんでしょう、高級ブランドのものもあれば、逆にもっと安いすごいローカルの服っていうのもあったりもするし、古着とかもあるんで一概に、言えないんですけれども、うん、僕の言ってるこの服のイメージは、例えば分かりやすく言えばユニクロですよ、うん、ユニクロは日本のものだからやっぱり日本がめちゃくちゃ安い。大感謝祭とかなんとかセールとか安いじゃないですか。バリでユニクロがどういう扱いかというと、ちょっといいブランドなんですよ。ユニクロってショッピングモールの一番いいとこに入ってる綺麗な、なんでしょう、日本のメイドインジャパン的な雰囲気の、なんでしょう、そんな一流の服みたいな扱いが若干あったりもしますし、でも結構買う人もね多いですし、ちなみに僕もこれあれですよ、ユニクロですよ今日、うん、これはねユニクロジブリコラボということで、マックロクロスケがいっぱい書いてあるやつですね。マックロクロスケ、ついに言えるようになった、はい、です。これもね5000円ぐらいでしょ、うん、日本で多分コラボのシャツ系っていうと3980円とかいうイメージじゃないですかね。そんなに詳しくないんであれですけど、うん、そんなイメージなんで、5000円ってなるとやっぱちょっと高いなと思いますし、ユニクロの動画ありますので、これ買った時の動画見てもらえると、あ、バリでユニクロってこういう扱いなんだとか、こんな感じの値段帯なんだっていうのをね、分かると思いますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。ユニクロ以外でいうとザラとかもそうですね。ファストファッションですが、ザラもなんかイケてるよねみたいな、かっこいいよねみたいな扱いだったりもするんでね、なかなかザラで普通にお買い物できないなっていうのは感じます。でも逆に日本行ってさ、ザラでさ2000円みたいになると、もうそんな2000円台のものなんてバリのザラには置いてないんですよ。まあ4000円ぐらいかなからなんですよね。ところ
半額で超えるじゃんみたいなんでついつい買ってしまいますよね、日本に行くと、うん、やっぱり日本はこういいものが安いっていうイメージがすごいあります。お次、お酒。ああ、これはやっぱりまだ高いよね。まだ高いというかもうずっと高いんだろうね。まあバリ島はインドネシアの、島なんですけれども、インドネシアがねイスラム教徒がたくさんいらっしゃるということで、お酒に関して税金がすごいかかるんですね。だからそもそもの原価としてのお酒も高いですし、まあビールでいうと、ビンタンビールでいうと、まあカフェレストランで飲むとまあ300円400円ぐらいかな一杯っていうようなイメージです。昔僕が日本でお酒を飲んでいた頃は1杯99円のレモンサワーとかガブ飲みして頭痛いってなってたんですけれども、99円でお酒が飲めるお店はきっとバリには ないんじゃないかなって思うぐらい、やっぱ日本はお酒安いですし、で普通に例えばジャパニーズウイスキーとかも人気なんですよ。例えば分かりやすく言うとチタとかさ、白州とかあるじゃないですか、山崎とか、あのシリーズ、あのシリーズバリでも人気で、ただもうすんごい高いですよ。チタでまあ1万円ぐらいはするかな、うん、日本だとどうでしょう、3000円4000円ぐらいのお酒ウイスキーですけれども、1万円ぐらいはするかな。まあそれに伴って、まあ他のね、別にメイドインジャパンじゃなくてジョニーウォーカーとかも、うん、1万円は超えるだろうね。黒とか赤とかあるけれども超えるなっていうのはイメージです。お酒はどうしても高い、うん、だからお店で飲んでもカクテル1杯、そうですね、カクテルだったらまあ1000円はするよね、700円ぐらいだったらお安いねって言われるような感じだと思います。高いところ行くともう2000円ぐらいはするんじゃないかな、うん、だから結構バリ島旅行でお酒をこういっぱい飲むよっていう方は、お店選びと飲むお酒の種類選びみたいのはした方がいいかもしれないですね。本当におしゃれなカクテルをたくさん飲むとすぐに1万円2万円は飛んでいくと思います。お次はハーゲンダッツ。ハーゲンダッツ高いのよ。ってなるぐらい高いよ。まあね、ハーゲンダッツの棒に刺さってるタイプの、あのガリ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 君みたいな形のやつあるじゃん、チョコのパルムみたいな、ああパルムみたいなやつ、あれとかもう1000円するわけよ。どこ向けと思って、これハーゲンダッツどこ向けの何っていうぐらいハーゲンダッツ高いんで、日本帰った時天国ですよ。300円で食べれんのハーゲンダッツがっていう、超もうトップオブトップ扱いなんでバリまあタッカーどこ向けだよって思うものとしてアップさせていただきました、うん、日本帰ったらハーゲンダッツ食べたいよ。マカダミアナッツも美味しいじゃん、しイチゴも美味しいじゃん、食べたいよ、うん、季節限定のもあるわけじゃん、食べたいよ、それは食べるだろう、うん、バリ島に住んで日本人、日本帰ったらハーゲンダッツ食べる、必ず食べる説っていうのは出てきますね、はい、さあお次はですね、中古車、うん、これもね実は高いんです。バリ島ってまあ車バイクどっちもなんですけれども、中古車の値段ってそんなに落ちなかったりします。例えばなんですけれども、僕が乗ってる大きいバイク、スティードの、ホンダスティード、1989年か90年ぐらいの年式のスティードに乗ってるんですけれども、50万円ぐらいします。高くないですか。日本だともう多分、あ、これはちょっとまああれですね、廃車扱いなんで、あ、3万もらえれば引き取りますよって言われるようなスティードなんですけど、50ぐらいはするし、あとは何でしょう、よく聞くのは、まあ、20万円ぐらいでスクーター買って、まあ、1、2年乗って19万円で売りますみたいなとかはよくあります、うん、で車も同じようにやっぱ中古でも値段は落ちないし、特に日本車、うん、やっぱり耐久性がすごいよねっていうので、走行距離結構行ってても10万キロ15万キロ走っててももう全然行けますぜっていうような感じの、うん、もうそんなするんだねって思うような感じです。とか日本行くとさ、中古車屋さんとかさ、グーバイクとか見るとさ、じゃあ欲しいじゃんってなったりもしますね。うん、これは意外でしょう。これね、中古車は値段落ちないんです。次は電化製品。これもね、高くないって思うことは結構あります、うん、やっぱり生まれも育ちも日本で二十数年日本にいたから思うのかもしれないけど、ケーブル一本にしても絡まなくて何ワットまで出て、で両方タイプ C で
データ転送もできて、そんなケーブルが980円買うだろうみたいな。こっちはもう何にもよく分かんないケーブルを1500円でいつも買ってんだからっていうような感じの話があったりもしますよね。まあちっちゃいもので言うとそういうとこだし、大きいもので言えば例えば洗濯機とか冷蔵庫とかはもちろん日本でもね、いいものは高いけれども値段の幅があるじゃないですか。たくさん種類があっていろんなメーカーが出してて値段の幅があって、そこから選べるってことと、もうこれしかないんでって言われるのとまた気持ちも違いますし、これでこの値段かって思うこともね結構あったりはします。だからパッカーと感じるもの、電化製品、これはねあると思います。あと2個、空港のご飯、飲食、これ高くないばねってよく思うんですよね。で僕は何か勘違いしていて、まあ、空港ったら高いもんだよねって思い込んでいたんですが、日本の空港ってそんな高くないよね言って、なんか空港の中にセブンとか入っててさ、別にそんなに外の4倍しますとかないわけじゃないですかサンドイッチが1200円みたいな、ないわけじゃん。卵サンドが1200円、もうそんなないじゃん。だからって考えると、あ、バリの空港ってやっぱ高すぎないっていうのは正直思っちゃうかな。まあまあそれもそれだけ需要があるからいいんでしょう、成り立ってるからっていう話で何も言えなくなっちゃうんだけど、同じようになんかマレーシアの空港とか行ってもちょい高ぐらいの、気持ち高いよねぐらいなんですけど、バリはもう明らかに高えなって思うよね。みんなバリ来たことある方は思いません？バリの空港の飯高くないって、まあまあまあしゃあないけど、しゃあないけどこれは高いと感じます、さあそして最後、高いと感じるもの、ジム、これは日本の人にジムって月いくらぐらいなんですかって聞かれて答えると、え、安って言われるんですが、僕としてはもうだいぶこれ値段上がったよって思ってます。っていうのは今僕がジム結構週 3,4 ぐらいで行くんですけれども、1ヶ月通い放題みたいなプランで払ってる金額は40万ルピア4000円ぐらいになってます。これ結構多分日本のジム行ってる方は安いじゃんってなるじゃないですか。でもまあそのジム最初1500円だったね1500円から着々と値段上がってきて、ジム行くのにそんな荷物持ちたくないから更新の日とかに1500円だけ持って行くじゃないですか、ジムに行って、で、あ、これ月会費ですって渡すと、あ、ごめん今月から2000円になってますって言われて、まあまあまあそれでね、こうなんか機材マシンが増えたりなんか鏡が増えたりな、まあ、なんなりするならいいんじゃないかな、まあ、2000だったらねまだね、その半年後3000になりました。3000、まあまあそれでまあお客さんも増えてきたしね、まあ、それでマシンとか増えたりなんかこう鏡とか増えたりなんか扇風機とか増えたら いいんじゃないかな、その半年後4000です。そう考えると高くないっていうお話です、まあまあまあ日本のジムっていうと月1万円ぐらいはするのかなとは思うんですが、まあそもそものクオリティも違うやん。こっちのジム4000円だけどシャワー的なものもロッカーもまああるっちゃあるけど使えたようなもんじゃないようなのがあって、でお前絶対お前20キロじゃねえだろっていう重さだったりしますわかります？ラットプルとかでさ、こうやるときにさ、こっちのマシンの20キロと隣のマシンの20キロ同じとこに棒を刺すんだ、20って書いてあるところに刺すんだけど全然違うみたいな、あるね。そう、そんな中でやらんといけんので、まあまあまあクオリティ的なものもねだいぶ違ったりはしますよねっていうお話でございます。さあということでここまでですね、私堀が安いと感じるもの、そして高いと感じるものを紹介してきました。でここからですね、物価高と円安についてちょっとお話をさせてください。でまず物価高について言うのであれば、
確かにね、バリ島物価上がってる部分あります。これはまあ東南アジア全体とも言えますし、特にタイなんかね、顕著に物価上がってると聞きますよね。うん、それと同じようにバリ島もちょっとずつちょっとずつ物価上がってるなっていう部分もあります。ただですね、クオリティが高いものも増えたなっていうのもあります。これね、後者をよくまあ見落としがちで、シンプルに使うお金が増えてるなっていうので、物価上がったよねってお話しされる方もいるんですけれども、よく見るとやっぱりいいお店、ちゃんとしたものを出すお店で、かつ値段も高いじゃん、そうなると他のお店と比べるとさ、うん、っていうのも増えたなっていうような印象です。まあ分かりやすく言うと、昔例えばパンタイクター通りとかさ、超有名な通りになんかあった、もう数十年前にあったレストラン、海外風のレストランじゃないですか、うん、でも今は例えばイタリア人がやってるピザ屋さんとか、シェフに、ちゃんとその国の人がいるフレンチとかがさあるわけで、って考えると、その海外風、なんとなくこういうイメージだよね、こうって聞いたよみたいので作った海外風レストランと、ガチの海外レストランと、まあこれを比べるとさ、こっちの方がやっぱ値段が高くなるし、そういうお店が一つの通りにバババババっていっぱい増えてきたら、お店の歩いててさ、フラッと入って使う金額っていうのも増えるよねっていうようなイメージです。昔のあのステーキも嫌いじゃないですけどね、あのあったじゃん、 ローカル牛みたいなのをさ、こうひたすら叩いてさ、薄く伸ばして大きくして作りました、とりあえずブラックペッパーソースをぶっかけて食えばうまいよねみたいなさ、ああいうのもね、個人的にはめっちゃ好きですが、今はもうそうですね、ステーキといえばその和牛とかさ、アンガス牛とかさ、そういうのもさ、なんかわかんないけど、僕は詳しくないけど、そんなのも普通にね、たくさん食べれるようになっておりますのでね、そういう面も加味した方がいいのかなとは思います。幅が増えた分、なんか平均値を取ると高くなったよねっていうようなイメージなのかなと思います。ただですね、円安、こちらに関してはもうまがいもない事実です。ずっとね、この半年ぐらい1円で、そうですね、100円前後を行き来しているというような感じですかね。僕の記憶ではもう数年前ね、1円で130ルピア、両替所のさ、看板とかに130とか128とかね、そういう時期もね、あったんですよ。で、まあ130と100で、じゃあ何がどう違うんですかってちょっと説明するとですね、分かりやすく言えば、水が1本1000ルピア、1000ルピアだとすると、前は100円という円の、円を持ってきたら、それで13本水が買えたんですよ、ドン。でも今はそれが10本になりましたというお話です。まあ円の価値がね、下がってるよねというような感じですかね。これ上がれば上がるほど、皆さんが旅行するとき、バリ島で旅行するとき、海外で旅行するとき、お得になります、円の価値が上がれば。でそれが今下がってるから、ちょっとまあ損をするよねというのは、損はしないんだけれども、まあ時間軸があるからね、損はしようがないんですけど、そういうお話ですよね、うん。でこれ100円ベースだとまあまあまあって思うんですけれども、これがじゃあ100万円、1000万円、1億円という話になると 30% 違うって、だいぶ違くないですかっていうような感じですよね。まあ例えばこうバリ島で憧れのヴィラを持ちたい、ヴィラを作って住みたい、で使ってない時は貸したいみたいなさ、方も結構いると思うんですが、今作るってなると、まあじゃあ3年前作った方が全然良かったよね、いいヴィラ、同じ金額でもいいヴィラが作れたし、まあ、今も作れるっちゃ作れるんですけど、それだけね、費用がかかったりもするというところで、あとは何でしょう、日系企業の海外進出、インドネシア進出みたいな部分で言っても、うん、なかなか腰が重くなるというのは当たり前の話かなと思います。ただまあこれについては、この YouTube で僕がこうわわわわ言ったところで、円安が解消 しないので、絶対もうその何も変わんないじゃないですか。まあなんで、その上でどう旅行を楽しむのかっていうところにフォーカスする方がいいのかなと個人的には思っております。楽しみに来てんだから、別に楽しめりゃいいからね、うん、旅行ってそういうもんでしょ。まあね、さっき挙げた通り、これは安いよねって感じるものでもね、やっぱたくさんバリ島ありますので、そういうところを駆使しつつね、皆さんの旅行にお役立ていただければなと思っております。最後となりますが、この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとバリ島好きが集まるオンラインコミュニティ、味方フレンズもやっておりますので、もし興味がありましたらぜひぜひ覗いてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バリ島旅行の味方、堀でした。バイバイ。